ち井上真でございます。のーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今日はこちらです。せーのドン出たオン。イルアカデータ選出ベスト11。あ、ハモりました。どうも。先週末のやつでございまーす。お願いします。はい。ということで、20節は J1、J2、14節は J3 ということでございます。ということでございます。まあ、先週末に行われたね、はい、各カテゴリーのベスト11をまあ上げていきましょうよと。はい。よと、もう一つ意味合いとしてはあって、はいはい、まあもうこれ週末は土曜日の朝に出てるかなと思うんですけど、はいはい、まあもう今週のサッカーもまた始まるよっていうところもあるので、ね、一応ね、その前にこう選手振り返っておきましょうよっていう話でございましたと。はい、はい、よろしくお願いいたしますよ。はい、で今日はですね、J231 の10番でいきたいと思います。はいはい、ではここからいきましょう。まずこちらでございます。ドン！ドン出ました。J2 でーす。J2 から。はい。J2 の、MVP は、はい、ビファーレン長崎の、右サイドバック、マイク・マスイヤ選手でございました。おめでとうございます。やっぱりもうね、右サイドバックとしてもうね、去年からずっとやってますけれども、はい、まあ、安定した活躍ぶりがもう光ってらっしゃる。なんかね、噂によれば、ちょっと J1 の方々というか、J1 のクラブさんたちがかなり、あれマイクマという、すごいいい右サイドバックが、なんてのを、かなりなんかね、そういう話にもなってるんじゃないかっていう、まことしやかにはあったりしますけれども、と。はいはい。この試合ではね、長崎は京都サンガと相手でね、うん、やりましたが、はい、1アシスト、そしてシュートにつながれば3本出したプラス、うん、あと単独でのドリブル突破、6回成功ということで、はいはいはい、相当やってましたね。本当はね、ギリギリまで競ってた、途中まで競ってたのが、実はフォワードの、はい、ジェフ千葉の方で船山武一さんが。ああ、そうですよね。あれ ?2 得点でしたっけね。そうなんですよ。だから。船山さんお元気ですよね。お元気よね。ただ唯一ね、レッドカードっていうのが。そうなの？そうなんですよ、私もって。2点取ってレッドカード。そういうのがあります。もうだからもう船山でになっちゃいましたね。ちょっとらしくて、ちょっとね、らしさはありますよね。嬉しいそうなんですよね。はい、ってことがありました。はい、そして、今節で言うとちょっとね、J2 でやっぱ取り上げておきたいのはこの選手ですね。うんうん、はい、まあセンターバックなんですが、うん、この左の、あれで言えば、まあ控え枠にいるんですけども、はいはい、ジュビロ磐田。はい。てかこの試合までジュビロ磐田、はい、伊藤洋輝選手。ああ、そうです。行ってらっしゃいですよね。行ってらっしゃいですね。はいはいはい。シュツットガルトに、行くよっていう直前の試合でちゃんとやっぱりこのねベスト11に入ってくるってのがすごいんですよね。めちゃくちゃすごいなと思うのがやっぱディフェンダー、最近ではね3バックのまあディフェンダーの一角として入ってますけど、だからディフェンスの数値が入るのはまあわかるじゃないですか。インターセプトとかタックルとかワンアシスト、ああ、そう。さすがですね。攻撃性能を備えてらっしゃる。うん、そうね、うん、そこがちょっとすごかったなっていうのが、ちょっとあったかなと思います。はい、ちょっと替えの効かないね、存在になってきてたところ。そうなんです。っていうことですよね。はい。はい、うん、そして、このね、ベストイレブン動画では最近ちょっと常連になってきたのが、もう一人ジュビロからいまして、左が伊藤洋輝ならば右はっていうところでジュビロ岩田の森岡陸選手。はいはいはい。だから時系列いろいろ考えると、うん、本当伊藤選手にオファーが来そうなタイミングのところで森岡選手がスタメンに出て始めて、なるほど。伊藤選手に移籍するけど森岡さんがドーンって感じですから。なるほど。ちょっと継承は済んでるんじゃないかと。そうなんですよ。ということですね。そしてこの試合ではワンゴール決めてますから。プロ初ゴール。すごいですね。なんかすごいですよね。ディフェンダーでそういうことがあるみたいなね。こういうのって前に次はお前だぞと。いう感じになってるわけですかね。そういう気持ち、まあね、継承も行われてるっていうことなんですね。そう、まあ伊藤選手からすれば森岡選手実は先輩だったりするんですけど、プロ歴では伊藤さんの方が上、高卒の ね伊藤選手、大卒の森岡さんなので。素敵なストーリー、これね、ホームで味方を下してのラストイヤーということになったわけですもんね。すごい確かですね。自らのゴールデンのアシストか、はい。でしたね。他のね、ディフェンダーの選手としては他にも知念選手、チャンミンギ選手、ウンドカボニフェイス選手なんてのも入りましたけども、はい、ああ、やっぱりね、なんかそこの守備的なものでこう入ったなって他の皆さん思いますが、この森岡伊藤とこうね、攻撃的データも残したディフェンダー二人ちょっとすごかったなという話でございました。はい、その他にちょっと注目してほしいのはゴールキーパーで、はい、松本山が、はい、かっこいい、健太郎選手。かっこいい。これもう、本当に幼少の頃から何度ももううんざりでしょうけども、ごめんなさい。まあね、なんと8セーブと。すごい。ベルディ戦でね、ありました。はい。
まあしかもだからね、まあ彼の、まあ結局2得点もありましたけども、うん、彼が守ったことによってってのを含めて、はい、七海新監督の、うん、まあ初勝利が来ましたよという感じでもあったかなと思います。これは七海さんも嬉しいでしょうね。ホームご挨拶の一戦でね。そうですね。いや、そんなところがあったのかと思います。うんうん、そして最近ちょっとすごかったなと思うのが、はい、大宮対山形で山形が1対3で勝ったんですが、うん、そのね、山形のメンバーも結構入っておりまして、はいはい、右上の中原選手だったり、トップ下、うん、南選手だったり、はい、山田浩太選手だったり、わーって入ってきましたけど、はいうんいや、まあさ、やっぱね、もふもふ監督の山形の監督ね。いいのよ、うん。で、大宮の下田監督が、もうあの、試合終了後に完敗ですとも、認めたというか、で、ちゃんと、ただ、すごいのが、理路整然とした返しがあったんですよ。はい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 、あ、なるほど。実は先制点上げたのは大宮大もあったんですけど、はいはいはい、今ね、その下田監督がどうやらやりたいサッカー、まだこの、まだいわゆるちゃんと皆さんにお見せすることができてないんですけどって、まあ、前置き工事もあった上でなんですが、いや、大宮も山形のその攻撃的なアクションを施して、こう、ガンガン攻めていくようなサッカーしたいんですって。なんだけど、やっぱり、両チームともその監督交代があった上でのチームではあるんですが、やっぱりそれもあってか山形の方がこう、やっぱり戦術が浸透してるのが早かったのでと。まだまだそこに追いつけてないんだと。でも、うちもやりたいことやってここまでできてるのも確認した上で、うん、あははってことか。そうなんですよ。もう両監督土手でね、首根っこ掴み合って、うん、ゴロ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 しながら喧嘩して殴り合って最後、うん、二人で大の字になって、そらひれえな、お前強えな、っていう感じ。いや、そんな感じ。またやろうぜっていう感じ。そんな感じ。いいですね。なんかいいなって。そうですね、それね。そうなんですよね。っていうことがあった。だから、大宮のサポーターとしてはもちろん負けて悔しいはあると思うんですけど、あ、逆に言うと、もうちょい頑張ったら、ああいう山形みたいなサッカーになるのか、わー楽しみにもなったと思うので。楽しんでる感じが伝わってくるんだね。そうですよね。ねはいはいはい、というような、まあ他にもね、データ残ってるわけで、こんな感じ。ついてこないと怒られちゃうんでしょうけど。まあまあまあ、まあ、いいなと思っちゃいました、今。はい。そうです。うんうん、あ、あとちょっとラストにもう一人だけ、そうだ、はい、言い忘れて、先ほどの、はい、千葉のところでというか、まあね、船山選手がって話もしたんですけど、はい、最近ね、っていうか、将来僕、A の代表でも面白いんじゃないっていうのが一人いまして、ジェフ千葉、はい、小田樹選手。はい。というか、もしかすると、世界出られるタレントだなぁ、なんてことを。まあ、もともとね、鹿島から去年は町田に行って、今年は千葉にいますけど、見てほしいのがね、うん、サイドバック、まあ、まあ、ウィングバックですけど、うん、空中戦12分の8。はい。身長別に大きくはないんですよ、小田選手。うんうん、が、12回もまず空中戦してること自体がすごいし、うんうん、そうですね。それでいて8回勝ってんですよ。はあ、はあはあははあ、すごいですね。そうなんですよ。で、ずっと身長なのに。そうなんですよ。で、現代、J1 とかもそうだし、海外なんかもそうなんですけど、うん、まずはもし、我々身長で170ぐらいしかないですが、うんうん、センターバックだと、センターフォワードだとしたら、うん、相手、例えば、ファンダイクだの、吉田麻也だの現れたら、勝てるかって言われたら、はい。そうですね、なかなか。うん、難しい。じゃあ、相手フォーバックだとして、センターバックと戦ったら負けそうだけど、うん、ちょっとちっちゃめなサイドバックだったら。ああ、やっぱ狙いに行きますよね。そっち行けますよ、ね。そこでもらおうとしますよね。そうなんですよ。はいはい、だそこで小田選手サイドバックなんで勝つわけですよ。めんじゃねえと。そう。俺の低身長は誘いだと。そういうこと。ああ、なるほどね。だ世界でもそこでやっぱ勝てるサイドバックのところは、なかなかこう守備で崩されないっていうのもあったりするんで、はい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 、小田選手、世界に全然出て戦える。バックだなぁなんてことちょっと感じられるのが最近本の活躍で見て取れておりますと。はあ、楽しみ。うん、っていう形でございました。若いですしね、ぐんぐん。そうなん、東京世代ですからね。そっか。はい。はいはい。ということで続いて今度は J3 行きたいと思います。はい、こちらでございます。タンタン。はい、来た。はい、こんなメンバーでございました。うん、まあ、はい、今回 MVP はもうカターレ、うん、富山林道選手と言っていいでしょうね。はい、うん。今節は、はいJ2 でね、松本凪選手、栃木の。はいはい。が、コーナーキックのね、流れからすごいミドルなんてことを J2 でありましたけど。えげつなかったですね。そうなんですよ。で、うんうん、僕もそのミルアカのツイッターでこうツイートして、うん、いやもう今節ベストボールこれでしょうなんて言ってたら、うん、すぐ起きたんだこっち今度。追い抜かれたんですか。フリーキックで、なんかすごいドライブシュート決めて、林道選手が。ああ、そっか。そうだったんですよ。はい。
これすごい、やっぱり今のカターレ富山は本当、はいはい、SNS の大爆発が本当にすごくて。そうなんですか。そうなんですよ。あのうまいのが、あれ富山さんの本体だったかな、あの、うん、なんツイッターがやられてましたけど、はい、次の対戦相手、いや J3 の皆さんなんて、うんうん、ゴール前でファールを我々に与えてしまうと、すげえ、こういうフリーキックがなんていう。あ、いいですね。おしゃれですね。いいですよね。そういうのいいですね。そうなんですよ。そんなこともありまして。で、もちろんそれだけじゃなくて、空中戦17回戦って14回とか、とんでもない数字いっぱい残したのが林道選手でございましたと。ああ、来たね、来たね。来たね、来たね。それ以外にもね、今回すごかったのが、はい、8台の、ね、センターバック赤松選手とか、はい、今治のセンターバックチョン・ハンチョウ選手なんかもディフェンスのデュエル、はい、相当すごかったなと思うんですが、やっぱね、あの逃していけないのこの男、はい、センターフォワード福島、うん、イスマイラ、うん、来ましたね、まあ、我らがそうなんですね、はい、ワンゴールワンアシストの成績も残してるんですが、はい、空中戦、デュエルって皆さん改めてなんですけど、3回から6回ぐらいしてるだけで相当結構戦ってるぐらいなんですが。いつも言ってくれるやつですね。はい。27回。27回。これ空中戦だけでの話なので。攻守にね。そうなんです、躍動ですけども。どんだけやってんだよって話はちょっとありましたね。頑張る人ですからね。頑張る人でしたね。あと他には今節はね、うん、鳥取を1-4で下すってのもあって、沼津の皆さんがかなり入ってこられたという。本当だ。渡辺亮選手、徳永選手、そして菅井選手、右、両サイドバック、安西選手と、うん、あとは藤崎選手なんかもね、うん、入ってきてってところがありました。特に右の安西選手がワンゴール、ワン、キーパス、そしてタックル5回成功。うん、で、デュエルでは11分の10カスと。もう防ぎまくり。わあ、これはすごいなと思ったし。逆に、左サイドバックの藤崎選手もワンゴール、守備のデュエルも8分の7回勝利で、うん。あとはね、こぼれちゃったセカンドボールを1人で15回拾うっていう、ダントツナンバーワンの数値。すごかったですね。なんてこともありました、うんうん。他にはね、やっぱり今好調な、やっぱ長野からも入ってきて、まあ右、本当はサイドバックなんですが、ただ、ちょっと今節サイドバックが4人も入ってきてしまった関係で、ちょっと右ウィングにね、ずらしちゃったんですけど、川田健人選手とか。風が。そうなんですよ。はい、だし、あとね、またゴール決めた右サイドバック、吉村譲るなんてところもそうだし、うんうん、そしてマーさん、我らと言ったらもう言っていいと大丈夫なので、ここで言っちゃいましょう。はい。左サイドハグ、長野、森川選手。ああ、そうですね、うん。はい。森川選手はこのね、あの、収録の次の日。はい。はい。あの、月間 MVP、6月号としてね。うん、はい。インタビューさせていただくんですけども。楽しみですね。そう、楽しみ。なんで、そんなにしないうちにね、皆さんまた、動画出せると思いますので、はい、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。これ朝出るんでしたっけ？これね、土曜日の朝の予定ですね。土曜日の朝ですね。はい、ああ、そうか、うん。あ、じゃあもう、インタビュー、ね、収録としては終わってる。そうか、そうか、そうか、うん。今度なんかね、インタビューとか募集したいですね、何聞くとかね。あ、そうですね。全然いいかもしれないですね。確かに、確かに、はいはいはい。皆さんちょっとよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いいたします。はい。はい、そしてラスト J1 行きましょう。こちらでございます。はい、トントン。はい、出ました。はい、今節の MVP は、うん、クバさん、ヤクブスモビック選手ね。今日はかけたでしょ、横尺あれ。ちょっと右側で、ね、スモビックとも書いてますからね。ああ、そうかそうか。じゃあ書きなさいよ。クバさん。いやいや、覚えやすいな。そうなんですよ。あの、今節はね、J1 ちょっといろんな珍しいというか、あんまり久しぶりにこう得点が入らなかった、試合除いて、神戸以外はあんまりこう得点が入らなかった説ではあるんですけど、まあ、前田大然のプレスバックとかがね、はいはいはい、印象にすごかったり、あと古橋選手のやっぱね、うん、あのゴールとかも素晴らしかったんですが、うん、はいはいはい、やっぱり今回データとして残ったのが、はい、仙台ゴールキーパーのヤクブ・スゴビック選手でございました。うんうん、まあ、何かと言ったら、まずここ皆さん思い出してもらいたい。うん、ここもう数年間、うんうん、数試合じゃない、数年間、うん、数年間、ベガルタ仙台というチームは、浦和レッズの興梠慎三選手に、何度も、苦渋を舐めてね、何度も点取られて。新さんを、ね。そうなんですよ。新さんに新さんを舐めさせられてきたわけですね。そうなんですよね。新さんに、はい。そうなんですよ。だから、浦和戦で失点ゼロっていうのがそもそもない。ああ、そっか。はいはいはい。実現。実現。ああ、そういうことですもんね。そういうことでございます。はい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 、しかも、セーブ数7。うん。
これはすごいね、本当に抑え切ったと。ピンチがなかったわけじゃないってことだもんね。そうですね。あった中、ヤクブさんが。防いでいただいてた。ヤクビーが、ね。ヤクビーが。そう、クバさん、本当にもうありがとうございます。なるほど。あとね、ただ逆に仙台も攻めることができていて、逆に浦和の方では牧野選手がそれを止めていたと。うん、仙台出身だからね、先生はね。そうなんですよね。うん、じゃあ、ありがとうが出ちゃいますよね。はい。うん、で、牧野選手はなんと守備のデュエル11分の11全止め。ああ、やっぱさすがの、さすがなんだね。うん。なんか今節はそういう守備が、なんか、1も2も3も多かったなと思っていて、うんうん、J1 だと我々あのリモートチアラのイベントなんかもやらせていただきましたが、はいはいうんうん、あの清水エスパルスのボランチ竹内亮選手がね、うんうんうん、ライン上でクリアするなんてのも一個あったし、しびれましたね、うん、あと同日昼に行われた北海道コンサドーレ札幌対徳島ボルティスでは、はいはい札幌のなんとウィングバックに入っていた青木亮太選手がなんとライン上クリアなんていうね、うんいはい、よくぞ守ったっていうシーンがありましたから、はいはいはいなんか本当すごいねそういうシーンが目立ったような週だったかなと思いましたと。やっぱここからはもう実際問題この順位とかね、うん、不振が非常に大事一勝一勝がねそうなんですよ勝ち点1がすごく大事なよりそういうね、うん、時期に入ってくるわけでしょそうなんですよねあちんなそして、次節というか、はいはい、この、ね、週末土日試合行われますけど、うん、ちょっとね、ベストイレブンもしかしたら若干名、うん、なんか、オラっていう方が入る可能性もあるかなと実は僕思っております、うんうんうん、マーさん。次はどうして実はね、うん、次行われるこの土日の第22節、はいはい出場停止以外の理由で、何名か出れません。出場停止以外のそう、うん、あの、いわゆる学校みたいな感じで言うんであれば、高潔が何名かいます。あ代表でってことそうです。アンダー24代表合宿に。高潔懐かしい、ね。高潔扱い。高潔ってありましたね。例えば、町田の町田幸輝選手がずっとスクール出場だったんですが、そもそもチームにいないので出れないわけですよ。なるほど。そう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 。そうなってくると、代わりの人が入ることになるので、さあどうなるかと。面白いな。お前なんでそこやってないんだ、先生。やったろ。あ、高潔です。あ、高潔か。あ、これ、じゃあ先生が悪かった。っていうね。っていうやつね。スポーツできると先生謝らせれんだっていうね。そうなんですよね。ね、うん、あとそれでね、謝せたやつ、なんとなくちょっとクラスのヒーローっぽくなった時とかありましたよね。ね、いいね。はい。そんな感じでございました。ワン、ツー、スリーのベストイレブンでございました。頑張っていただきたいと思います。頑張っていただきたいですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。データセンスベストイレブンでございました。はい。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。毎日やってますね。ぜひチャンネル登録毎日、毎日。してね。そして、お願いします。高評価ボタンも押してね。ありがとうございます。お願いします。ということで、また会いましょう。井上まーちゃんでした。ミルクサトでございました。ありがとうございました。先生、皆さんお疲れ様でございます。コアも期待しておりますよ。今週末もファイトでーす。